皆さんこんにちは、ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回このシンバルなんですけども、セイビアンのシンバルです。これ実はハードオフでジャンク品で買ってきたんですけど、なぜジャンク品かというと、ここがですね、ひび入っちゃってるんですよね。でこの状態で叩くとやっぱノイズが出るので、もう通常こう丸くカットして、サイズダウンするかいろいろそのここ穴開けてですね、これ以上亀裂が入らないようにとかするんですけど、今回はこのシンバルをですね、四角くカットしてみたいと思います。でどういう音が出るかまずやってみましょう。でまず今の段階でどんなサウンドが出るかなんですけど、ここひび入ってますね。まあ、使えなくもないんですが、やっぱりノイズが、こう、ビビリが出ちゃってるんですよね。なので、これはもうこのままではちょっと、支障が出る。ということで、これからカットしてみたいと思います。はい、研磨もこれで終わりました。一応両面やったんですけど、音はどうでしょう。ちょっとなんとも言えないですね、この段階では。ただドラムセットの中でアンサンブルとして使うのは厳しいかなっていう感じです。やっぱりシンバルは丸い方が音がいいという実験でした。